そう。戦いだ。空にかかる味降り注ぐ光。君の髪なでてすり抜け。どうも、皆さん、こんにちは。オーターファーです。ついに発売されましたね。今日紹介するおもちゃはこれだ。トランスフォーマーユナイトウォーリアススペリオンです。このおもちゃはどんなおもちゃかというと、 タカノトミーから発売された5つの飛行機が変形してロボットになって、さらに合体して1つのロボットになるっていうトランスフォーマーです。このパッケージが大きくて、すごく豪華なんですよね。思わず手に取りたくなります。背面はこんな感じ。この5人はエアーボットというチームの名前で、指揮官、リーダーのシルバーボルト、偵察員ファイアーボルト、副官のスリング、航空戦略家、スカイダイブ、そして戦士エアーライダー。 この5人が合体して、全長約30センチのロボット、スペリオンになります。でね、実はこれもう海外ではすでに発売されていて、まあ、僕の動画をずっと見てる人ならわかると思うんだけど、このコンバイナーウォーズの、まあ、リカラーアイテムになります。まあ、でも僕これすでに持ってるんですけど、やっぱり国内版のスペリオン、ずっと待ってました。やっぱり日本版ですね。パッケージは、こんな風に、オープンボックスタイプになっています。ご覧ください。裏側にも情報が満載です。 パッケージから取り出しました。シルバーボルト、ファイアーフライ、スリング、スカイダイブにエアライダー。いいですね。あの昔の、まさに当時のアニメそのまんまのカラーリングになっています。かっこいいですね。これがロボットになります。まあ、ギミックがいくつかあって、ここ、これを展開するとランディングギアになります。この先端の部分がこのように稼働します。ちなみに海外版のシルバーボルトはこれです。 これ、ね、ちょっとわかりづらいんですけど、成型色が国内版の方がより、こう、グレーに近いんですよね。うん。こっちはちょっと黄ばみのあるホワイトっていう感じです。塗装箇所に関しては、もうどこがどうって言っても足りないぐらいに新しく増えています。こっちがタカラトミー版で、ハズブロ版。ね、全部で10個持ってます。<laughs> こんなのお母さん見たら怒られちゃうと思うんですけどね。興味ない人から見たら、どっちも同じだろうっていう風に突っ込みたくなると思うんですけど。 このハズブル版は、こう、おもちゃに対して独自解釈でちょっとカラーリングしてる部分があって、まあ、こっちはもう完璧にアニメに出てきたそのまんまっていう感じですね。まあ、長い話はこれくらいにしといて、やっぱりトランスフォーマーと言ったらなんて言っても変形ですよね。とは言ってもさっきのあの、海外版の方で、一つ一つの変形ギミックじっくりレビューしちゃってるんですよ。なので、もし興味がある方はそっちをご覧ください。今回は、そうだな、シルバーボルトと、あとは手足組みのどれか一つ変形させます。トランスフォーム まずはランディングギアとここを元に戻して、これはどっちでもいいんですけど、倒します。機種を折り曲げて、このウィングが別パーツになっています。これをここにセット。反対側も同様です。さあ、次は、裏から見るとこういう風になってて、これが腕ですね。ちょっと伸ばしておきます。足、ここちょっと引っ張ると、ロックが外れます。で、これを伸ばします。ここにつま先があります。 で、さらに、かかとを展開。で、このパーツを畳む。反対側も同様です。さあ、そしたら、腕を下ろします。このカチカチという音が小気味ですよね。胸を開くと、頭部が出現します。チルマボルト、ロボットモードの完成です。ご覧ください。かっこいいですよね。この人、アニメの設定では、 エアーボットのリーダーでありながらまさかの高所恐怖症なんですよ。高いところ苦手なんですよ。面白いですよね。さあ次はファイアーボルト行きましょう。トランスフォームランディングギアを収納して、ウィングを畳みます。ここも畳む。そしてこの部分。これが、こういう風になっています。裏返して腕、腕。横から見ると白いパーツ、赤いパーツ。ここを引っ張ると、 こんな風になります。で、中に、太ももが入っています。で、再びこれを閉じれば、脚部になります。分割して、片側だけこれがあります。ここを稼働させます。腕を下ろして、頭部を回転させれば、ファイアーボルトのロボットモードの完成です。どうでしょうシルバーボルトもファイアーボルトも、あっという間に変形しちゃいましたよね。簡単に変形できます。 他のメンバーも微妙に変形パターンが違ってて、リデコアイテムでも造形やカラーリング全然違うんで、変形させてて楽しいです。で、この5人に武器を持たせます。そうすると、エアーボット部隊、全員集結です。<laughs> いやー、俺はすごい待った。この国内版が発売されるの。今の時代に、こんなにかっこいいエアーボットのトランスフォーマーが発売されるなんて、本当に夢のようです。 あの、海外版発売されてたけど、待ってたそこのあなた、あなた、こっちか。<laughs> 正解ですよ。国内版は本当に塗装が素晴らしいし、さっき変形させてて、各部のこのクリックとか、海外版はボールジョイントというこう稼働するところがちょっと緩かったりするんですけども、この国内版はどれも良かったですね。両方並べるとこんな感じです。海外のハズブロ版のいいところっていうのは、なんといっても、一足先に手に入れられて遊べるっていうところがいいですよね。こっちの宝富、国内版は、 発売はこっちよりちょっと遅くなるんですけども、より劇中に似ている豪華な塗装、稼働するジョイントなどが強化されています。まあ言っても興味ない人にとってはどっちがどっちだかもうよくわかんないっていう感じだと思うんですけども、僕はこの国内版の発売本当に楽しみにしていました。さあそれでは合体戦士、スペリオンへの合体です。それぞれの変形が詳しく見たい方は僕のチャンネルに動画があるのでぜひ見てください。それでは行きます。スカイダイブは右足。エアライダーは左。 スリングは左。そしてファイヤーボルトを合体させれば、完成です。あのテレビで見たあの、あのスペリオンです。大きさは全長30センチ。結構でかいですよね。このスペリオンは合体した後も、このように各部が稼働して動きます。迫力があっていいですね。で武器がこれ。持たせます。 合体前と比較すると、どれだけ大きくなっているかがよくわかるかと思います。さあ、最後は、ハズブロ版との比較。まあ、やっぱり何と言っても手足が、こっちは黒で、こっちは白です。当時のアニメや玩具は、手足が白でした。こうして見ると、各部の塗装が、全然違うのがよくわかるかと思います。というわけで、今回の、トランスフォーマー、ユナイトウォーリアス、スペリオンのレビュー、いかがだったでしょうか 昔トランスフォーマーで遊んでいた方や、なんだったらこれをきっかけにトランスフォーマーを買おうかなと思っている人に強くおすすめです。今回の動画が気に入った方、高評価やチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。あとはこのスペリオン自体がもう発売されて1週間くらい経ってると思うんで、まあ実際手にした人がどんな感想を持ってるのか僕も興味があるので、まあ、どんなことでもいいので、皆さんからのコメントお待ちしています。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。 空に「かかるあじからふりそそくひかり」「きみのかみをなでてす